はじめまして、ヤトガミ。私は七福神のエビスだ。先ほど君の噂を耳にしてね。頼みがあって駆けつけた。岩見。はい。これで羽振りの器を買いたい。もし足りなければ遠慮なくおっしゃってください。起きろ、ヤトガミ。雪音が欲しい。そのためならいくらでも出す。いくらでも。おい、ヤト、ぐらついてんじゃねえ。てめえ、俺を売る気か。雪音、うちに来るなら月100万は出そう。いって、めちょっと今任させたろ。チクッときたぞ、チクッと。静電気じゃねえの。